バレキス地獄も一気に亡くなられるとちょっと寂しい。こんにちは、よりです。今回はテニラビでとある条件を満たせば SSR がなんと無料でもらえるというすごい情報が出たので皆さんにお伝えしておこうと思います。テニラビをやっている人はもちろんこれを逃す手はないですし、始めようか悩んでいる人も普段よりは SSR1 枚分有利に始めやすいという状況なので、ぜひ検討してみてください。さて、今テニラビで何が起きているかというと、今日3月1日から始まる春一番3月ミッションキャンペーンというのが開催されています。このキャンペーンでは開催期間中に週替わりでミッションが出され、それを全てクリアするとビートストーン200個と SSR 確定ガチャミニチケットが5枚手に入ります。 SSR 確定ガチャチケットってなんだ君島という圧叫みたいなあなたのために説明すると、これは5枚集めると期間限定 SSR 確定ガチャを引くことができるというすごい代物です。たまにしかもらえないです。さらに過去の配信楽曲もミッションの課題楽曲として期間限定でプレイできるようになるようです。具体的にはこの5曲、個人的には焼肉の王子様が旬な今焼肉がリストアップされているところがエモいと思います。また全62キャラが日替わりで登場する日替わりミニストーリー付き限定ログインボーナスも3月9日から始まります。期間中にログインするだけでも4月7日まで期間限定で使える AP 回復アイテムフルーツマカロンももらえちゃう。無期限で使えるなら自分は取っておく派なんですけど、これは期間限定なので逆に使わなきゃもったいないから要注意ですね。あと気をつけなきゃいけないのは、この期間限定ミッションは通常曲は対象外になっているというところです。同じ曲を通常曲で持っている人でも期間限定またはキャンペーンのタブから曲を選ぶようにしましょう。ついでに言うと、別件でニャンジャタウンとのコラボキャンペーンの影響でマイスペースに飾れるアイテムが山のようにプレゼントされているので、これも受け取りましょう。というわけで、みんなでお得にテニラビを楽しもう。ちなみに自分は前回の SSR 確定ガチャミニチケットちゃんと5枚集めたけど、ガチャを引き忘れました。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。